よし。サリー、多分サムはあそこだ。あの塔って感じだな。ほら、こっちだ。失礼。すみません。すみません。そろそろレイフが着く頃か。奴が来る前に、だからさ。悪いな。こっちだねと。いたぞ。おい、これ邪魔だ。この丘のふもとだ。やつらくだね。どいてくれ。
捕まれ、捕まれっぱなしだ。どうすりゃいい。俺に聞くなよ。まだ生きてるだろう。ほら急ぎ。サムのところに行けそうか。分かってるって。おいエイト、エイト、ほら、ハンドルを。ああ、あ、多分な。ああ、やべ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 。止まるぞ。Ah!
早く出ないと。奴が助かったわけがない。やばいな。なすげえ。無事か。さあ行こう。大丈夫そうだ。ああ、旦那。プロテウス・クオ・リセンシア。簡単な暗号みたいだ。神と自由のため、奴らのモットーだ。手がかりを見落としていたとはな。二人とも無事だったか。無事なんてもんじゃない。リバタリアを見つけた。リバなんだって？リバタリア、エイブリーが築いた海賊の王国さ。ああ、というよりも海賊の楽園だな。で、肝心のお宝は？まあいいから聞けよ。この場所は何百、いや何千にも及ぶ海賊たちのアジトだったんだ。そこで共有してた物や資源とか。金も？宝物庫だ。すべてそこに共有してた。なるほど。で、どこなんだ？その海賊の楽園は。ここだ。この島さ、キングスベイの北東。で、レイフもこの情報を。ああ、でも暗号を解読する頃、俺たちはもうリバタリアだ。つまり宝は俺たちが手に入れたも同然。やべえ。マレーシアの仕事は順調？寄り道にしては遠くない？エレナ、違うんだよ。そうなの。でもこれを見る限りヘンリー・エイブリーの秘宝を探してるみたいだけど。それに街中を兵士たちがうろついてるってことは、他にも探してる人がいるみたいね。いや、だからまあそんなところだな。でも誤解しないでくれ。驚くだろうけど。何？とりあえずその彼はサムだ。サム・ドレイク、兄貴だ。どうも。すまん。パナマの監獄で死んだと思ってた。
でもそうじゃなかったんだよ。俺のせいで15年間も監獄にいたんだ。脱獄に手を貸してくれた男に借りを返すためにはお宝がいるんだ。でも実はもう見つけたんだよ。少し沖に行ったとこの島に。ねえ、ちょっと待って。マレーシアの仕事は嘘だったわけ？いや、もういい。な、待ってくれ。エレナ待てよ。わけわかんないわ。話そうとは思ってたんだ。もうたくさんよ。本当だって。でもなんて言えいい。正直に言えばいいじゃない。危ない目に遭うだろう。そんなの言い訳、話す勇気がなかっただけ。違う、こうなるって分かってたからさ。誰だってこうなるわよ。私を騙してた、何週間も。もし殺されてもその事実すら知らされない。それに今度はお兄さん。あなたは誰？おい、俺だよ。頼むって。今回は特別だ。信じらんない。サムを助けなきゃ。財宝なんかどうでもいい。この部屋に入ってきた時のあなたの顔、私に真実を話したなら自分にも正直になったらどう？飛行機に遅れるわ。好きなようにすれば。おい、何やってんだ。追いかけろって。まだ終わってない。終わらせるべきかもな。なんだって？別の方法でサムを救えるかもしれん。例えば？例えば別人になってもらって、そのどっかに潜伏してもらってたら。15年間も監獄にいたんだ。また潜伏だなんて。じゃあお前はエレナを追え。俺とサムでリバタリアに行く。俺抜きで二人とも殺されるぞ。そうか。いいか、俺はずっとこの仕事をしてきたんだ。これぐらい俺にだって役に立ちたいか、サリー。エレナを見ててくれ。わかったよ。なあ、おい、平気だ。支度しろ。